コラボス、大阪五十山。おはようございます。皆さん、時刻は、8時6分となっております。今日はここじゃん、能勢町宿のバス停、阪急バスですね。こちらに乗って、山下駅から35分、5、6分ほどでしょうか、やってまいりました。今日はここから、大阪五十山は第47ですよ皆さん。大和田山に向かっていきたいと思っております。コース詳細は大和田山から大和田山に向かいます。あ、へちょっとロードをだいぶ走って、はい、大和田山に行って、はい、七宝寺、七宝寺ね、なんか石仏かなんか養蚕あるところ、はい、そこ行って、はい、道の駅能勢、ちょっと長距離ですけど、はい、道の駅能勢走ります。なぜかというと、また、ま、あの卵をもう一度、卵リメンバー、卵、親子丼に追い卵、親子丼に追い卵そんなことするのはこの人だけですね、はい、卵マンだけです。それをまた食べに行きます。行きます。はい、ジェラートもですね、ジェラートもね、はいはい、ちょっと前回食べ、あのあるらしいんですよ、道の駅のせさんの100メートルほど先にね、はい、今日はそれを楽しみに、この炎天下30度超えになるそうです。頑張っていきたいと思います。はい、それでは今日も元気に行ってみよう。あっ、大事やで、ここ、なんと宿の終点なんやけど、お手洗いありますね、はい、これありがたいですね。田植えが終わってますね、はい、まだ8時回ったとこですが、すでに気温は20度です、はい、これ暑くなりそうですね。すごい風景よね本当に山と田畑って感じ。ここから美味しいお米ができるんやね。ほら、大阪環状自然歩道、こっちって書いてある。ほんまやね。今ここです。うん、ここに行かなかんやろ。ほんまやな。ほんじゃ、ここを右に、うん、ここを右に入ります。はい、目印はこんな感じ大阪環状自然歩道の案内に沿ってここも入ります。はい、車道を離れました。ちょっと空気がひんやりしてます、はい、山から風流、うん、ね、ね、うん、降り下ろす風でしょうか。もうほんと自然豊かでね、うん、目に映る緑が眩しいね。目に見える緑が眩しいと言ってます目に映るです。映る、うん、ニューン花柄夜景のですでおばちゃん臭いとか言わないでくださいねどうですか、純喜さん、その後給食の方は給食ね、はい、いや本当にね、いろんなねことをね、調理やらせてもらえて、はい、あのか、
1000食分ほど作ってるんですけど、はい、釜が大釜が4つとスチームコンベクションっていうスチコン、はい、焼きモード蒸しモードとかいろいろできるこういうオーブンみたいなやつと、うんうん、ほんでフライヤー、はい、主な調理器具はそれなんですけど、それでうまいことね毎日いろんな料理ができてるんですよ。ちなみに明日の月曜日は金時豆のおこわだそうで、はい、おこわ食べんのなんかむちゃくちゃ久しぶりで、私ほんまに一生分のメニュー食べさせてもらってるんちゃうやろかって思うんですよね。いや本当にねバリエーション豊かだ。これ献立考えた人すごいなって思ってるんですよね。1年間ほぼメニューは被らないんですかね。いやまだ経験中なんでまだちょっと先わかんないんですけど、はい、もううまいことなってますよ。はい、また美味しいメニューはちょっとお待ちくださいね。7月の夏休みに入ったら純吉吉大型夏休みですね。そうなんですよ、はい、ちょっとねいつもね帰ってきてすぐバタンキューで寝ちゃうんでね寝てますね。そうなんですよ、もう目開けてられへんのんですよ、はい、ほんますいませんね。ちょっと7月までお待ちください、はい。大阪環状自然歩道に沿って登っていきます。はい、時刻は8時42分、距離は 3.4 キロです。これを右に、まだ舗装路です。はい、ずっと舗装路でしょうね。ポコン、これをこっちの大きい方に行きます。左です。初めての道はね、ちょっと曲がった先がもう予想しないような風景や、こんな楽しいよね、予期しない風景が。大阪環状はこれ入んねんや。今？いやいや今は入れへんけど。あ、環状はね。こんなとこ道あるんや。そんなとこ入ったら伊環状？どこ行くんや。お、もしか。おい、伊環状？何言うとんねん。違うよな。うん、まっすぐ。もしかして入るんだったら入るかもしれんの、これ。せーの。入るわ。嘘をつきました、皆さん。いかんじょう入ります。入らない、いかんじょう？ちょっと目立ちにくいですが、ここです。カーブの手前ね。なんと舗装路が終わりました。はい、ついに、時刻は8時52分。はい、距離は、4.6 キロで舗装路が終わりました。朝露に濡れております。になってきましたね、うん、緑のトンネルといった趣です。はい、降りてきました。時刻は9時ジャスト、はい、距離は 5.1 キロです。はい、下口峠、笹口峠、あ、笹かな、ちょっと調べてからまた言いますけどね、笹口やと思って、うん、出てきました。はい、ここから小和田山へ、あとこの多分舗装路でだいぶ上がっていくんやと思うけどな。うん、左、はい、左ですね。こっちに降りると七面口バス停になるんですよ。帰りはこっち通ろうと思ってます。板垣山方面ね。はい、これを左に行きます。はい、おい、はい、分かれ道です。はい、時刻は9時15分。はい、距離は 6.3 キロです、はい、これはまあ分かりやすいですかね。ちょっと何も書いてないけどな。何も書いてないけど、はい、この分岐、この川を渡る感じです。渡ります。はい、椎茸山につき関係者以外立ち入り禁止しちゃって。へえ、松茸やろ。あ、松茸や。椎茸ちゃうやん。
はい、大根らしきところに出てきてます。9時34分です。距離は 7.6 キロです。はい、こう行くんじゃないかな。これを乗ってみます。シュクシュク、これ右やな、ね、突撃絶対雲の巣よね、これは。あ、柔らかい。セミが鳴いてました。今ね、トンボもね、ヒューンってね、顔の近くを通り過ぎてね。秋か。いや、もう、なんか季節がちょっとわからんのね。いつやねんってみんな思っとるって。あ、これね、県の、県の境、ね、うん。ずっとね、これ、尾根沿いがね、県境になってるみたいなんですよ。京都と大阪やね。はい、あ。これ意外とね、わかりやすく道踏まれてますよ。これ、ここずっとついてます。うん、右足がこうって感じ。またがるって感じ。アホか。アホ県にまたがる。いえ、とんかつ。あ、ここここ、タウン県っていうのは多い方ね。タウン県。あ、ほら。うん。ちょっと私、ありすぎるけど。道なき道シリーズが始まるのでしょうか。いや、さっき県境も あったあった、県境どこ、ま、真正面。あ、ほんまや。これを頼りに進んでます。はい、さっき一瞬ね、道が分かりにくかったんですけど、木にね、大きい赤いテープが巻いてあったんですよ。そこを左側に取って、ちょっと尾根に通るのが正解。木にテープ巻いてあるのを見落とさないこと。めったに気に入ってテープ巻いてへんで、でも、うん、だからさっきの方を忘れずに左に登るってことやったやな。お、なんか書いてる。お、初めてやん。テープ。あ、テープ。これ何やん。そういうテープを巻いただけや。うん。大和田山と書いた案内は一回もまだ見てません。ああ、ないね。うん、大変になってきたぞ、これ。意外と我々のためじゃないみたいに。はい、結局順調でしたね、これ。やりましたよ。いや、思ったよりしっかり踏み跡ついてたからね、助かりましたね。時刻は10時5分、はい、距離は9キロ。ほら、パス。大阪50段、パフは第47段。こっち回り込んでください。え、こうですよ。じゃん、大和田山、はい、登頂、イエーイ、やりました、イエーイ、イエーイ、イエーイ、はい、休憩、はい、休憩。山頂からの眺めはこんな感じですね。もう木ぼぼであります。一個もありません。木ぼぼ、はい、休憩。今日のやつ、じゃん、大阪なすソーセージ、サンデーで4本100円ぐらいで売ってるやつです。先って書いてる。そうそう、これ先に食べてねってやつね。賞味期限ね。、うん、パン。おお、パンね。今日はでも西川のパンじゃないんですよ。そう、西川はね、間に合わへんからね、買うのね。今日は違うとこのパン屋のパンを切ってきます。買うな、やっぱり。うん、ちょっと大雑把な味っていうかね、ちょっとイーストが強い味がするね。西川やね。うん、リュウちゃんの石押しは銀座西川食パンです。はい、口が超えてしまっております。そしてもう一個、今日はね、おやつが、はい、あ、出ますかね。ブルルルン、ジャーン、これね、白すりごま入りオートミールクッキー。なんかピーナッツみたいな風味がしてね、これ美味しかったですよ。作り方また、うん、またあげます、うん、はい、美味しかったね、うん、手作りクッキーです。手抜きちゃいます。昨日だいぶ食べてありましたけど。時刻は10時23分、はい、山頂の休憩を終えまして、はい、来た道をちょっと戻ります、はい、途中で、道変わります、はい。暑い。暑い。ここだけなんか妙に真上が火なんかな。今日ね、凍らしたオレンジも持ってきました。はい。暑。とう。
時刻は10時48分、はい、距離は 10.6 キロですね、はい、戻ってまいりました、はい、ここから来た道もうちょっと戻る、来た道ちゃうやろ、これすでにこっちから来たんやろ、これ登ってきたんちゃう、違う違う、こっちから来たはずやで、これはニュールートや、違うんかな、違う、そうや、合ってるよ、こっちにも道があるっていうと、この道や、これ初めてやで、ほら見てごらんよ、これこの道、七宝寺に向かって降りる、七宝口に向かう、向かって下山しております。いや、マジか、ほんまこれ、うん、これかなって言っててんけど、あ、でもそうやな、でももうちょっと先かもわからんな、なんかこれ怪しいよね、うん、怪しいわ、もっと先や、うん、はい、協議の結果、ここの分岐が正しいだろうということで、こっちに入っていきます。あ、あるわ、うん、じゃあ道を再び戻ってます、そうそう、この黒いのがに沿って降りるんですよ、まずはこれ、さっきも降りました、うん、だいぶ行ったり来たりしてるけど、はい、だいぶ行ったり来たりしてます、はい、ここをさっき行きかけた道です、はい、もう素直に来た道をしばらく戻ります、松崎山入山禁止の看板のところで戻ります、鉄塔のとこやな、あ、そうかね、ほら、これやな、これやな、はい、ここです、はい、ちょっと待てよ、時刻は11時11分、距離は 11.5 キロ、これを登ってきたんですけど、ここを左に取ります、松崎山につきっていうところですね、はい、あ、山と高原、はい、鉄塔です、もう雲の巣です、ちょっと入り口がね、うちら勘違いしちゃったけど、何しかもう松竹山のとこですわ松竹山らしいですわまあやっぱ電子地図の困るのはちょっとな、場所がな、誤差があるから、めっちゃまともに信じるととんでもないとこが突っ込んでしまうことになるということですね、ここは恐ろしく何の案内もありません、あ、恐ろしいね、確かに、私らの素人にはちょっと難易度が高いですねはは結構道は荒れてます、うん、これほんま簡単な道やなわれわれが行く道はいつもほんまかですわよいしょ、ブヒ、結構倒木が多いのよ、うん、なんでやねん、凍らしてます、俺に100、はい、美味しいです、いや、道なき道シリーズやばかったですね、うん、今日も無事生きながらやることができましたやっぱこれも山の楽しみの醍醐味や、あ、よう言うわ、蛇2匹見ましたね、やっぱ失敗は注意、ここから皆さんポンと出ると、なんとじゃーん、霊感新たかな日蓮宗の修行寺です、あ、修行目的としてね、そうやな、飲食一切禁止でね、ここからな、養流観音、はい、ありがとうございます、無事出てくることができました、時刻は11時36分、はい、距離は 12.5 キロです、はい、ありがとう存じます、ちょっとお写真一枚お願いします、仏さん、お地蔵さん、いや、ちょっと正面が、こっちのレリーフもすごいんですけど、何気に、すごいな、あ、この道を、さっきの道をずっと観音様の道をね、上がってくるね、はい、上がってくるんですよ、ちょっとうちら上から逆打ちしちゃってるから、いきなりクライマックスの涅槃仏のところに出てきてしまいましたが、あ、ここにも見てあるわ、はい、
まずは涅槃仏お参りしたいと思います。インドに来たみたい、うん、じゃあ早速失礼して。へえ、すごすごい、すごい、何この人たち、500羅漢。いやちょっと分からへん、いやもう苔が、へえすごいですね。めっちゃみんないい顔してはるね、うん、この人すごい楽しそう、ズキンの人うん、すごいいい顔してはるわ。かと思えばあの中国のなんか三蔵法師さんみたいな、うん、個性すごい。この方ちょっと一杯やってはるんですかねちょっと一杯やってる風ですけど、お前よてはるわ、よてはるよね。え、見てここのレリーフがすごいね、マヤ夫人の。あ、これね、お腹に宿るとこやで、マヤ夫人の像やかな。だからこの像はインドでは神様やね。はあ、やって足の裏もすごい放き込みがすごいよ。え、ちょっとすごいんですけど、我々はここから登山道出てきました。そしてここで観音様をお参りして、ここからあの涅槃仏がもう見えてるんですよ。そこに、はい、これをちょっと寄り道してお参りして、ここに戻ってきてこう下っていくというルートです。非常に悟りに至るっていう。え、お釈迦さんこんなガリガリになりはった。そうなんよ、修行してね、あの欲を絶ってるのよ、食欲とか睡眠欲とか性欲とか、でその先にあのさっきの涅槃仏悟りに至る。だからちょっとゴールから若いところに逆打ちしてる感じですよね。ちょっと食欲置いていくか、ここに。ちょい卵かけゴルフクラブ持ってはのか。なんかあるんやろ、なんか属世間のなんかを借り取るできない意味が。へえ、すごいな。いや、とにかく大きいよね。何メートルあんねやろ。あ、すごいすごいすごい、この角度。地勢観音、土地をなんか、あ、耕してるクマかなんかか、ね、へー、こっちにもいてはるね。なんか この方お供えしてはるか。どう降りるんやろ、これ右に降りる。なんか中国かなんかから伝説の感じなのかな。吉備大明神、熱田大明神、諏訪大明神、広田、ケヒ。ちょっと我々無知なんでよくわからんのですけどね。これ全部地名や、日本の。ほう。多分、貴船。そこの土地をなんか治めたゆかりの方々なんですかね。うん、見えてたわ、そういえば。そうやろ。ああ、そこの釣り鐘も有名なんで、あの竜巻きつきまくってる。これすごいよね、規模が。あの淡路島で廃墟になったやつよりも大きいかな。 あれはもっと大きいよ。あ、見て、あの冠のとこ全部顔になってるで。あ、一回下の方から どこなんやろうなって見とったことあるわ。あ、そう、うん、ここです。あ、いや、すごい。うわー、ここにメガさんいてはるぜ。おお、11時58分、距離は 13.5 キロ、ここで手を合わせてありがとうございました。しっかりお礼を言って、今日一日のすごい立派なお寺さんでしたね。うん、ありすぎや。ちょっと全部を見切ることはできなかったんですけれども、ちょっと一部を拝見いたしました。そして今から
こっからようやく本日のグルメスポット道の駅に向けて舗装路を8キロほど、駆け抜けたいと思っております。もう正午なのでだいぶ暑いであります。はい、はい、体に気をつけていきましょう。はい、はい、小和田山はあれかな、あの奥のやつかな。あ、そうだね、あの鉄塔あれじゃん。ああ、そうやな。ああ、ちょっと富士山にも似てるね。のどか、うん、無事終わったね、47座。左に行くと妙見山です。いやいや、こっちの方選ぼうと。12時54分、18.9、はい、名月峠です。はい、名月峠のバス停のところを左に入ってきました。こっちの方が多分近いんですよ。はい、ちょっと木陰になりました。やりました。暑いわ。なかなか日陰がなくなるとやばいですね。暑いな。30度はいってるで、これ。いってるわ。暑い。容赦なく暑いを連呼しておる。ああ、暑い、しんどい、暑い、しんどい。はい、木陰に入るとホッとするね。もうね、殺人的な光線よね。日差しマジでやばい。真夏か。マジでやばい。いや、これもうホッと一息やわ。うん。はあ、木立が、はあ、オアシスやね。はあ、正面かな、三草山は。塩化先に卵かけて。おお。暑いからジェラートちゃうんか。いや。大丈夫か。卵かけ。卵マン健在。卵マン。あ、ビール。これは熱いね。ビールプリーズ。まるでビールこれ。うん、熱い。熱いな。ゴールでいいんですかね。はい。時刻は13時36分。距離は 22.1 キロ。やりましたゴールです。あ、ちゃんと空いてますねテーブル。え、ゴール。お昼いただきます。すげえ。行きますよ、うん、行きますよっていうか、これはおろし鶏カツ定食だったかな。これが卵が40円なんですよ。見てください、この手に対してこの大きさよ。うん、ちょっとこの人ね、懲りずにまたね、親子丼に追い卵ないよ。これたまたまかと思ったらまたやりたいらしいわ。おらんで、こんな人。割ってみてください、双子出ますかね。うん、どれや。あー、ちょっと違う。俺前はもっと大きい卵やったけどね。でも私も割ってみたいと思います。うん、ここですかね。あ、でかっ。美味しそう。そうですね。それではいただいてみたいと思います。はい、いただきます。うまそう。うん、今回野外のね席やってね、こういうテラス席でね、ちょっと遠慮なく、あれ夜景の乾かしてるんですよ。風にたなびいております。ではいただきます。早速キャッフー。私はね、温かいご飯に白身を混ぜ込んで、ちょっと軽く火を通す。で、ここによく混ざったら、ここにちょっと穴を開けてポチョンなんですよ。こうすると濃厚な黄身の味が味わえると。ここにプス、プレ、一口目からいきますよ。ちょっと緩混ぜして、ここ見て、こいで
ちょっと食べさせてあげよう、これ。いや、いやの。もう色でさせていただけるでしょうか。オッケー。あ、今からや。あ、まずは卵。うまっ。まあ言ってる。外の席なかなかいいですね。爽やかな風が吹き抜けても。うまそう。これどうするんでしょうかね。ここにかけるんですかね。うん。追いかけていく感じ。だいぶなくなったらかけるの。なるほど。うん、おいしいらしいです。やりました。私の鶏カツもだいぶおいしそうです。ではいただきます。え、卵がだいぶなくなったところへ。おい卵。うん。おい。かけすぎ、卵すぎる。卵卵。そんなことする人おらんで。最高。あれ、これは分からんかったよ、道路からは行かれへんね。そうなんや、バスでね、見えとったよ、朝バスで、ジェラート、はい、情報いただきました。はい、農家ジェラートって、はい、シングルダブル、ダブルで、ミルクと、チョコ、いちごかな、と思います。もう少しあの緑のイメージありますけどね。ねえ、スーパーなんかで見てますとね、あ、わざとですよね、梅干し長い感じですよね。ありがとうございます。はい、ピスタチオが100円増しで、ダブルで450円で、100円増しの550円です。ちょ、高級品ですね。いただいてみたいと思います。めったに出えへん顔やな。なんかね、私の知ってるピスタチオの味ではないわ。なんかね、アーモンドのすっごく美味しくした版って感じ。なんかアーモンドに近い。バニラもいきますね。ピスタチオの印象が強すぎて。あ、ちょっとやってる間にちょっと垂れました。やばいです、やばいです。どうぞ。うん、上。出ました。出ました。ええやろ。これちょっとええなんや。なんかね、知ってるコンビニのピスタチオの味じゃないわ、これ。ほんまやね。でもね、先にピスタチオを食べたらバニラの味がちょっとようわからんね。うまいな。そうやね、ちょっとバニラからいかなあかんかと。美味しい。美味しかったですね。これだいぶ美味しいです。これ一度食べる値打ちあると思います。国道はここです。そうなん、国道からは入られへんの。これね、この土手沿い、向こうから来てもそこで渡れるねんな。これはね、このピスタチオ、人生で一番美味しいものシリーズベスト3には入ったわ。びっくりした。ピスタチオもともと好きなんやけど、今まで食べたピスタチオグッズの中で本物のピスタチオよりも美味しいわ。なあ、なんかアーモンドのめちゃめちゃ美味しい版って感じの味やった。バニラも相当美味しいんやけど、ちょっとピスタチオの引き立て役になってしまったな。なんていう店なんやろな、ジェラートっていうのが店なの。のせクラブ。はい、バスの時間まであと1時間以上ありますので、はい、山下駅に向けて少しでもバス停を進めようということになりました。はい、北
ここまでは21キロだったんですが、はい、ここからあと徒歩でどんぐらい進めるでしょうかという感じです、はい、だいぶ気温が上がってますので無理せずとことこ歩きたいと思います、はい、ここから山下まで11駅何駅進めるかな、はい、お、鬼あんまが1、2、3、4、こんなつけてる人いませんね。頭のやつはこれストローを加工したものです。こう見るとめっちゃ強そう本体はちょっと弱そう本体弱そう1個平野口通過、はい、次片山口です。高山口、次は高山口、高山口、片山口、あ、片山、失礼、片山口、片山口に止まります。15時29分、能勢の佐渡から 3.3 キロ上田口、上田口、上田口、次は宣言に止まります。宣言、はい、いけるんでしょうか。ここも4時2分、さっきも4時2分、どういうこと宣言、次4時3分、4時3分、今29分なんでまだいけるでしょう、はい、来ました。宣言、宣言、3時33分、3.6 キロ残り3分、1分で来れるんかいいうことだよね。次は深谷、深谷、いけるでしょう、はい、深谷は4時7分、はい、いけるね、はい、丸山大橋です、はい、結構来たね、これ来ました。3時56分深谷のバス停です、あと10分ぐらいで来ると思うんですけど、山下駅までは、あと 3.6 キロぐらいなんで結局走ろうということになりました。はい、頑張ります。時刻は16時25分距離はですね21キロプラス 8.8 キロで、まあ、ほぼほぼ30キロですね、はい、今日は30キロの旅でした。なんとバスを使わずに戻ってきました、山下駅まで390円やったね、うん最初はトボトボ歩いてたんですが、バスに乗らないと決めてからは結構頑張って走りました。おそらくこのバスやな、うん、そうやね、うん、帰ってきてから次のに行くのにね、うん、人乗せてんだよね。よかったね、抜かれずに済んで。違う道行ったからちょっと抜かれると悲しいよね、うん、まあ今日も怪我なく無事ね、はい、お目当てを達成できて。暑かったね、今日は暑かったけど、その分ジェラートが最高に美味しかったですね。卵かけの店ももちろん美味しかったんですけど、はい、ジェラートが衝撃でした、はい、皆さんも機会があればぜひ行ってみてはいかがでしょうか、はい、それでは次回も元気でお会いしましょう、はい、またねー、はい。